水俣城は、熊本県水俣市古城に存在した、中世の岡城。水俣市中心の古城一丁目にある標高約30メートルの、独立した丘陵に位置する。城域は、古城と高木に分かれ、本城にあたる古城からは、石垣や瓦の破片が出土したが、南東に続く小山の高城では、遺構は確認されていない。1978年に、水俣市が、 城跡に運動公園を造成し、地下から石垣が検出された。水俣を本拠として、足北軍を治める水俣氏がかつて上司を務めており、都区2年2月4日の今川良春の書状に、城命が記されているのが当場の最も古い記録である。やがて、本郷氏が入った後、南北朝時代から足北へ進出を図っていた、相良氏が長六四年に、 水俣を支配下に入れた。大英四年には、相良長貞が幼い相良長氏を人吉から追い、東城の裏山で長義は自殺している。工事三年に、水俣城主の上村雷京が死ぬと、息子の上村頼田からは、相良義王に反乱を起こした。水俣城を与えるという条件で、雷高氏は起参したが、義王により暴殺されている。 A62 年5月21日、大高市の反乱に組氏関係の悪化していた、菱しか市により落城させられているが、翌3年に天草の上津浦市が仲介となり、相良川より南田内の住人の屋敷を菱しか市に割城することで、7月3日に城を城とさせている。天正年間に入ると隣接する島津義弘との対立が始まり、海陸から攻撃が加えられた。 天正9年には、島津勢が大軍で、水俣城を囲み、城主のインドを頼りが牢城したが、義王は、足北軍を、島津市に割上して降伏し、水俣城から撤収した。島津市は古賀雄大部を地頭とし、東城に置いた。九州勢抜後は、足北軍は、豊臣秀吉の直轄領となり、天正15年に、深見お幸を、当地の大官を呼び、 水俣城、つなぎ城の城代に任命した。その後、相良氏や寺沢広隆が城代を務め、慶長三年に寺沢寮となった。翌慶長四年に小西幸長、さらに同五年には加藤清正寮となっている。清正は中村昭子を城代にしたが、慶長十七年に江戸幕府の命で、宇都城、真なふじ城と共に破却された。ありがとうございます。